大丈夫、あれで結構楽しんでるのよ。じゃあね、エド君。戻ってきたの？ずいぶん遅かったね。お昼は食べられたの？こんにちは、お兄ちゃん。え？ああ、遠くからでもってこと？じゃあ、この髪型をやめると？なんで？予想できてたのに、私のバカ。私イコール髪型なの？ないしょ。あれ？ちょっとお兄ちゃん、私の頭は知恵の輪じゃないです。そう、毎日やってるんだけど結構大変なの。解いちゃダメだよ。ここまでしないってば。お兄ちゃん、私の髪は何なの？うん、お兄ちゃんが来た頃からかな。
伸ばしてる最中だったから。解いてみたい？見せてもいいよ、お兄ちゃんになら。もしもの時？なるほど。じゃあ私はお兄ちゃんに解いてもらえばいいのね。好きな人でしょ？うん、キープキープ。それじゃあね、お兄ちゃん。お兄ちゃんも髪の毛は大切にね。それでね、わら人形には誰かの髪の毛がびっしりと。大事にしないとね。今日も一日お疲れ様でした。なんか本当に疲れてない？もうダメね、この子は。あ、そうだ、おばさん元気？相変わらず若い？だって君んちのご両親二人とも若いじゃない。元気がいいっていうか。あら、じゃあ私もまだまだ制服が着れるってことかしら。お年寄りは君だけだね。若者ならシャキッとする。ちゃんと基準に含まれてると思うよ。だから労働基準法。教育？
どうして？火山くんが手伝ってくれたじゃない。火山くんのこと？どっちでもないんじゃないかな。ただ誠実なだけだよ、きっと。私も嫌いじゃないけどな。変？君は掃除嫌い？でしょ？本当に？はあ。つまり嫌いではないけど面倒くさいと思ってるわけか。でも君ってやり始めると結構頑張っちゃうよね。うん。ほら、前の時4人グループで掃除当番だったじゃない？面白いよ、優等生って感じで。妙に張り切っちゃうもんだから、みんなから怖がられてたよね。あいつと掃除すると、なかなか終わらせてくれないんだよって。うん、はっきり言って、火山くんのこと言えないよ。同じこと言われてたもん。でも真面目だったよね。ここはみんなの教室だろってさ。先生、誰々くんが掃除をしません。君、あれ、似てなかった？頑張ってみたのに。うん。恥ずかしい？そうかな。
そっちの方が君らしいよ。一日お疲れ様でした。下駄箱までは一緒だしさ。しょぼーん。あらららお兄ちゃんのケチ。
諸君、ホームルームの時間だ。歩くだけのロボットしか人型はないんだが、というわけでこれからのロボット工学は人間とのコミュニケーションが目的になるわけだが、だ窓とのコミュニケーションはほどほどにしろよ。私の授業でよそ見をするとは見上げた根性だな。無論褒めたつもりはない。では私の代わりとして枝に語ってもらおう。これからロボットが我々人間とどのようにして付き合っていくかということだ。Yes。 君ってこういうの得意そうだけど。ひどく局所的な意見だな。とはいえ課題とは言わないまでも身の回りのことを代わりに行うのも一理あるだろう。
まだ机が残ってんぞ、運べ。一人窓辺で佇むのは似合わないぞ。カッコつけんな。うん。お前を見ていて一句浮かんだ。では行くぞ。夕暮れの。いってらっしゃい。呼ばれたじゃん。だってほら、えっちゃん待ってるよ。早く行け。兄たる者、下の者を待たせていては示しがつかんぞ。